どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は弓戦の押さえておきたいガチルール解説ガチアサリ編となります。ガチアサリはルール変更によって8個で1個のガチアサリになりましたね。回収が減って楽な部分ですが、ガチアサリの大まかな仕様は前作と変わらずなので防衛としての動きは変わらなさそうですね。ただこのルールに関しては強制的に相手を引かせることが難しい弓にはかなり厳しい気がします。駆け引きが他に比べて大きいんですよね。そこで今回はガチアサリを初動、ガチアサリ保持、シュート後、防衛のシーンに分けてお話をしたいと思います。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずはガチアサリについてルールの振り返りをしたいと思います。基本はガチアサリを相手のゴールに100カウント分入れる。アサリは7個まで所持ができ、8個集めるとガチアサリに変わる。ガチアサリはマップと目視で確認ができる。ペナルティ、アサリを入れた分の半分が加算される。ペナルティが残っていた場合は残りプラス加算分割る2となる。延長、劣勢側がチャンスタイムのままタイムアップすると開始する。劣勢側がタイムアップ時にガチアサリがステージ内にあると開始となります。ガチアサリは回収とシュートと敵に場所がバレるきっかけが多いため、不用意に動き回っていると攻撃の役割が果たしにくいように感じます。ガチアサリを後ろで保持しながらシュートチャンスを作れるかどうかが重要なので、焦らず動けるかが重要な気がします。まずはガチアサリの初動からです。アサリは中央にたくさん落ちているため、自陣の回収をしながらポジションを取りに行くのがいいかと思います。またガチアサリが作られるとスペシャルゲージが自動で溜まるので、あえてガチアサリを作って味方のスペシャルに合わせて動く準備をしてもいいですね。個人的にはガチアサリを率先して作ってシュートチャンスを作れるようにポジションを意識するようにしています。また初動は敵にやられると一気にシュートまで持っていかれるので、ゲスはしないように慎重に動くといいかと思います。ポジションを抑えてしっかり守りきることが重要です。続いてガチアサリの保持についてです。後衛なら進んで保持していいと思っています。理由としてはスペシャルが自動で溜まるからです。これは相手が劣勢でもこちらだけがガチアサリを所持していれば増加するからです。弓としてはガチアサリの時攻め込む力が弱いため、味方のスペシャルなどに合わせる必要があります。そのきっかけを作るために強制的に味方のスペシャルを貯めれるのは非常に強力かと思います。またガチアサリを保持していたとしてもチームの一番処理にいるわけなので、詰められる前に対処ができると思います。ここでやられるようだとそもそも味方との密集していたり前に出過ぎたりしている可能性があるので、立ち位置はとても気をつける必要がありそうです。場合によってはガチアサリをパスできますので、アサリを保持することからはこの動きを考えてみるといいかと思います。シュートに関しては隙があれば狙っていいと思います。メガホンとか使えば一時的に敵を動かすことができますし、チャンスがあれば狙っていいと思います。ただゴール周辺の敵に圧をかけるのが強みでもありますので、味方にガチアサリをパスして自分はポジション取りをするというのもありですね。そちらの動きもできるといいかと思います。続いてはガチアサリのシュート後に関してです。シュートが決まった後はなるべく高所を取るか、ゴールより少し離れた場所に行くといいかと思います。これに関して言うと、ゴールを一度決めた後は継続してシュートを決めてカウントを稼ぐ必要があります。そのためにはシュートを邪魔する敵を処理する必要があるんですよね。最初に離した高所と離れているというのが肝になります。ちょっと距離を置いたところで攻撃することにより相手を抑えやすくなります。またデスした味方がビーコンとして活用してくるので前線復帰が早くなります。なるべく1回のシュートで大量の得点を維持しようとすると抑える動きは非常に重要です。またアサリを所持していればシュートをしてチャンスタイムを延長させることも可能です。シュートコースを覚える必要がありますが、1ポイントでも多く稼ぎつつ抑えもできれば味方への貢献もできますので、ぜひ意識してみましょう。この抑えができる意識があると後ろに下がりすぎるということが減っていきますので、前に出るタイミングも分かりやすくなると思います。続いてはガチアサリの防衛です。最初の説明で相手を引かせるのは難しいと話をしましたが、防衛においてはサブとスペシャルの活用をするのはかなり強力となります。サブを使うだけで移動力が落ちますので、シュートがしづらく捉えやすくなります。
またスペシャルはアサリ持ちが視認できることもあり、狙いをつけやすくなります。スペシャルとメインを組み合わせれば追撃も可能なので強力なんですよね。スペシャルとサブを起点に防衛をしっかりすれば、いつかシュートチャンスは来ますので粘り強くいきましょう。また防衛の時ですが、ゴールに近すぎる場所での防衛は控えましょう。ゴールに近すぎた場合、ワンミスで決められてしまうためです。中央あたりでしっかり圧をかけるように意識して下がりすぎないようにしましょう。攻めができない分、防衛での貢献がガチャアサリでは鍵となりますので、焦らずに広い視野で見ていきましょう。4つのシーンに分けて話してきましたが、全体において気をつけたいことを2つお話ししたいと思います。1、ガチャアサリを所持し味方のスペを貯める。2、有利なポジションを必ず抑えて圧をかける。1つ目は味方の攻めのきっかけを作るという点です。前線を上げるには味方の力が必要ですので、攻めやすいようにスペシャル増加の手伝いをするということが重要となります。もちろんガチャアサリは飾りではないので、シュートも狙えるように味方との位置の関係もしっかり見ていきましょう。2つ目は有利な状況を維持するための手段です。ガチャアサリをしていると有利な状況にもかかわらず、自陣ゴール周辺から堅くなに動かない味方がいます。こうなると全員が頑張って前線を上げたとしても、逸脱した際にゴール付近まで危険をさらすことになるんですよね。しかもワンミスでシュートが決まるという状況なので、大体が数に圧倒されて逆転されます。ですが有利なポジションを取れていると、基本的に味方の前衛をカバーできやすい距離を維持できることが多くなりますので、事前に対処できる可能性があるんですよね。防衛の時はポジションを抑えて圧をかけて時間稼ぎをすることを意識していきましょう。はい、今回はここまでとなります。2味線の押さえておきたいガチルール解説ガチャアサリ編はいかがでしたでしょうか。ガチアサリは僕自身好きなルールなので楽しめていますが、ガチアサリの理解度や防衛の難しさなど相まって苦手な攻撃の方は多いのではと思います。特に弓となるとシュートのきっかけを作ることが難しいので大変かと思いますが、他のルール同様にポジションを抑えて味方のカバーを意識していきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。